違いも感じてもらえたらいいな。
ていう思いで、ふかちゃんと一曲一曲ギター変えていこうかって話したらないんですよ。今日はそういう日なんです。で、オベーションといえば80年代前半とかに活躍した人たちって大体オベーションっていうのを使ってて、クラシタンポーズを尾崎優とか松山千春、宮本大切とかね、みんなこれに憧れてて、ここが、まあ、人間っていう肩の部分がね、カットされてないものを使ってましたね。これはカットがされてこれ考えてます。そういう、その、オベーションを使ってた人を代表として、村下幸三の曲を、ガンちゃんとはまた違ったテイストカルサメじゃない。カルサメ。聞いてないでしょ。違う曲でいきます。レンガ通りという曲を、クレスにレンガ通りという曲、レンガ通りっていう通りができたときに、クレス長さんから直接作曲、ね、テーマさんに作ってくれて、生まれて作ったという逸話があります。じゃあ、聞きますね。最初はですね、村下幸三さんの、カルサメっていうところ。おいしい。違うから。さよならに
喋る方ではない春雨を聞いてる。字一緒だけど、そう。はい、で恒例ですが、あのギターを一本ずつ変えていきますので、はい、ね、プロみたいですよね。全部セッティング一緒なんですよ。今使ったのはですね、まあ、ギター好きな人にしか興味ないかもしれないけど、アストリアスっていうメーカーの久留米に工房があってですね、で、これはディープリモっていうマーチよく聞くし、マーチのギターの、戦前のモデルをそのまま、コピーというか、してるモデルですね。どこにもアストリアスって書いてないところはちょっとずるいですね。見たらマーチというギターでした。なんかこんな感じで、次のギターはどれにしようと、どれがいいですか、こっちを選ぶの。すごいな、これいいんじゃないみたいな。曲によっては間違いが増える。合わないとか合わない。マーチンでいいね。マロギターのギターと、ロケのギターと、混ざっております。だから、帰り際、ね、深くが間違って、うちのやつ持って帰ってほしい。持って帰ってほしいの。はい、では、第11回。シベリタドキドキを始めたいと思います。よろしくお願いします。僕1回から6回ぐらいまで知らんよ。あ、ほんと、まあまあ、で今日はですね、まあ、いつも通りでは、進行はいつも通りです。最初にちょっと僕がソロでやって、その次に、多分誰かルカ君という人を呼んで誰で一人でやってもらって、あと2人でやるって流れが欲しいです。あまりですね、長くならないようにしますので、話がね、そう、もう歌に紹介してもらおうと思います。ということで、ストリアス、知ってる人も知らない人も、ここの白ギターの代表の、みんなからガンちゃんと呼ばれてます。よろしくお願いします。白いギターと置時計っていう、一応ユニット名なんですけど、なんかいいのがあったら改名したい。いや、お店の名前を広げるのはいいんですけど、なんかこう表に白いギターと置時計って書いてあっても、だいぶ何これみたいな風にならないかな。風景が見えるか、ないか。